2番手の瀬尾です。よろしくお願いします、えー。今回はですね、ハロボロキッズ動画2ということでやっていきます。えー、前回の動画でね、あのー、次長がっていう話を仕掛けて、他の話にですね、あのー、 切り替えたと思うんですけども、そこをですね、えー、詳しくと言いますか、やっていきます。えー、次長が桃子ベリーズ工房ですよね。えー、ケンえー、カントリーガールズ、プレイングマネージャー、剣、プレ、まあね、プレイングマネージャー、 です今はですねすいませんぐだってえー、まあ教育係兼メンバーということで、えー、覚えていただければいいかなと思いますカントリーガールズがですね結成されるよっていう時に ちょうどね、ビリーズ工房が、えー、何と言うんでしょうか。活動休止と言いますか、えー、何ですかね。無期限、だよ、ということが決定されまして、で、その後にね、カントリーガールズがですね、えー、 結成されますよ、ということでですね。僕もね、驚きました、実際。え、カントリー娘が復活するのかって思ったらですね。まあ、カントリーガールズというね、名前を書いてですね。まあ、えー、ました誰がメンバーに入るんだろうな、っていうことで、 長いいはです、ね、あのー、まあ、えー、ちょっと不思議だったんですけどもまあハロプロ研修生の子たちの、えー、ベテランの子たちと入ったばっかりの子ですよね。 やるんですけども入ったばっかりの子たちも含めてベテランの子たちも含めてやりましたねちょっとびっくりでしたねまあまあその,あのいろんなうーんユニットがありましたけどもカントリールだたよと で、スーパーァイザーでね、トだ前ですね、がですね、まあ、アメリカにいますんでね、こっちに帰っ日本に帰ってきたりとか、帰ってこなかったりとか、するのでね、なかなかですけど、なかなか僕も、あの、カントリーガール、カントリー娘の時に、から見てますので、 あのー、懐かしいなーなんて思いながら、あのー、見てますけども見てましたけどもねまあそのサ藤さの話はまたね、えー、し,たいかしたいなーなんて思いますがまあご存じの方はご存じかもしれませんけどもこのね 動画ではしませんので、また別動画で撮りたいと思います。うん、えーっとですね、で、どこまで言いましたかね、というか感じですが、まあ、結成されますよと、カントリーガールズがですね、で、うん、結成されますよと言った時にびっくりしましたよって話も、ね、先ほどはしたと思いますが、 もうねあのー、あの当時のカントリーガールズってまあカントリー娘ですけどはですねものすごくこう反、えー、半能半芸の反応半,半芸といいまして半分芸の半分牧場みたいな感じでねやってます。 まあ、当時のことを知らない方はですね、あ全くわかりません。何のことを言ってんのって感じでしょうけれども、この動画とね、次の動画と、その次の動画ぐらいで、ちょっとカントリー娘の説明と言いますか、詳しい動画は撮っていきます。えっ、ー、とですね、とりあえず、 カントリー娘動画、えー、ですね。えー、ま、続きをカントリー娘に関してね、えー、言っていきます。ここからはですね、えー、カントリー娘とは何ぞやっていうことから入っていきます。まずはですね、カントリー娘とはっていう。 何回も言います。すいませんね。何回も言ってるかもしれませんけども。えっ、ー、とですね。まあ、当時はですね、えっと、小林あずさだったかなとですね、柳原ひろみっていうのと、うーん、林で、 リンネっていう、な、な、な、とか言ってましたけどソザリンネというね3人で組んでてですねあのー、北海道であの、やってましたねまあ3人が3人とも北海道だったのかですねです。 あのでもうデビューも決まったもうここら辺はかけはしていきますけれども、えー、デビューも決まってました、実際ね。えー、まあ、北海道限定だったかな、だったと思いますが、えー、デビューも決まってました。はいがですよ あの柳原がだからですね柳原ひろみっていうのが事故でですね亡くなったったんですよねですいきなりデビューも PV も当時の「アイドルを探せ」っていうのでですねえー、流れたと思うんですけども あの、YouTube でね、あると思います。探してみてください。ま、あ、この,あの、探してみてくださいというかですね。うん、見てくださいねって感じです、えー。でですね、もう全部決まってました。で、柳原が亡くなって、もうショックでですね、 小林が、もう、やれないと。カントリー娘、もう、脱退しますよ、と。いうことで,ですね、もう、えー、リンネ一人になっちゃったと。言うんですね、うん。言うんですね、というか。カントリーえリンネ一人になってでも、そっから <laughs>、リンネ一人で、え何、ー、だったか。 北海道シャララだったかなえー、だったと思います。も、ちなみにですね、えー、デビュー曲になるはずだった、まあ、曲がですね、3人でやる曲がですね、2人の北海道というあの曲です。曲です。 えアルバムもね、出てますので、えー、興味のある方は、探してみて、聴いてみてください。えー、そうですね。2枚ほどね、出てますので、え聴、ー、いてみてください。えー、っとですね、あと、どこまで言いましたかね。うん デビューしたよと、で、北海道サララだよと、あ、2枚目がね、北海道サララっていう曲でですね、まあ、こっから、えー、リンネがですね、リンネが一人でやるんですけど、2曲、北海道サラララと雪景色という、 曲をですすね、えー、やりますで、その後木村浅美が入ってきます。はい。まあ木村が入っ、い。浅見が入ってきます。ですね。もう足早に言ったんですけどもはい。 あのですね、もうとにかく、カントリーガールズ、カントリーガールズ、ね、カントリー娘がですね、えー、本当に、こうなんと言うんでしょうか、結構大変な、うーん、レビュー前からですね、もう大変だったよっていう話でした。で、朝美が入ってきて、 もう本格的に、まあ、デビュー、ハンゲだけをやるよっていうのが、まあ、えー、石川理花が入ったぐらいからですかね。カントリー娘に石川理花かっこモーニング娘。僕にとってはですね、懐かしい響きなんですけど、えー、今の、 ファンの方はですね、全く分かんないと思いますね。何言ってんだ、この子、この人、2番手は、と。いうこと、うで、えー、突っ込んでるね、声が聞こえるに、聞こえるような気はしますが、えー、そんな感じです。えー、ですね、もう本当に、 うーまあ、まあ次の動画でもや、うんカントリー娘動画、カントリーガールズ、学校娘、娘ですね、やっていきたいと思います。えー、っとですもうほとんど時間がま、まあ2分ぐらいということで、えー、っと、ここで、一旦、最後のね、 挨拶をして、区切りたいいなと思います。えー、ここからはですね、もう、あのー、お願いになりますが、えー、っとですね、チ、え、ャ、ー、ンネル登録、グッドボタン、えー、コメント、えー、押してくださいというお願いです。はい まあ、興味がある方だけでいいのでね、うん。してくださいというお願いでした。2番手のセオシでした。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。また見てね。